運転支援が受けられません。鈴木の彼方、こんにちは。自動車整備資格保持、 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は1月の17日に UD トラックスさんのクオンからサービスキャンペーンが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーを対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。YouTube くんがより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのは車に取り付けられているコンピューター。最近の車には運転の仕方が省エネ運転だったとか、急ブレーキや急なアクセルが多かったことを知らせてくれる便利機能がついているものがあります。運転の仕方を車自身が覚え、今までの運転の仕方とどう違っていたのかということを自動で判断してくれるんですね。今回問題のクオンにもその機能がついていて、運転の仕方を覚え、月に1回どんな運転をしていたかを教えてくれるんですね。この機能は先月の運転との比較もでき、グラフなんかで分かりやすく紹介をしてくれます。しかし今回、走り方を覚える部分のプログラムがまずく、どんなに走っても運転の仕方を覚えてくれません。そうなると当然どんな運転をしていたのかを教えてくれることもできず、画面に表示すらされず商品として欠陥があるので、今回のサービスキャンペーンになっています。改善内容はこのダメなプログラムの修正ですね。対象車種は UD トラックスさんのクオン。2021年3月6日から2022年9月13日までに製造された1554台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。僕の場合あまりお金をかけたくないので、普段は燃費意識の運転もしているので、こういう機能が使えないと不便に感じます。皆さんどう思われますかね。コメント欄で教えていただけると幸いです。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、分かりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回はダイハツさんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。